プリプリトマトさん、ポンポンプリン、ありがとう。ツナマヨさん。妹と、ありがとう。<laughs> ありがとう。夜ごはんまだ食べてない。ツイッターの動画見たよ。くるくる緊張してた。あれかな4 8トタイムズさんのやつかなあれはね、緊張してたよ。<laughs> ピンクのストローさん、結婚して。ありがとう。やだ、けど考えとくね。ピンクさん。 くらみちゃんありがとう。とたみちさん、レイモンボースター、ありがとう。初日公演、ありがとうございました。昨日は花は誰のもの公演。こんばんくるくる、今日少しええことあって言わんけど、え何があったの気になる。<laughs> こにゃさん、くらみちゃん、ありがとう。おじゃまるさん、ケロケロケロピ、ありがとう。とんちゃんさん、かわいい、ありがとう。こういちさん シナモンありがとう。キズナさんポンポンプリンありがとう。ハイズさんクロミちゃんシナモンポンポンプリンありがとう。モーメの立ち位置の髪が髪になったこと。えごじってた私 <laughs> 恥ずかしい。ごじってた気づいてなかったや。髪になってたや <laughs> らかしい。昨日よかったありがとう。そう、楽しかった。中村さん、レインボースター。ありがとう。 そして人は無力と思い知るのクロクロの表示良かったそうあの皆さんが予想してくださってたんですけどあのアンダー誰のアンダーか小島愛子さんのアンダーでしたそして「遠い夏祭りの夜にくるくると回ってた」のとこは私の歌い分けでした忠 <laughs> 道さんハートありがとう 昨日日の初日立ち会って本当に嬉しかった。いや私も嬉しかったですよ初日に立ち会ってくださって公園の輝光えてましした。嬉しい。そうゆめりんさんがあの生誕祭の花束をなんか一本分けてあげるって言ってくださっていや私はもう本当に「いや申し訳ないので <laughs> いいです大丈夫です」って <laughs> 言ったんですけどこう抜いて一本くださって。 もうニヤニヤ止まりませんでした <laughs> 写真も撮って本当にありがとうございますゆめりんさんこうちゃんさんいもありがとうやしりさん結婚してありがとうやだけど考えとくねいのせんすさんポンポンプリンありがとう日曜日の昼公演が今月のクライマックスと思ってたが30日もそう三十日ね研究生だけで公演をさせていただくことになりました ちょっと短めなんですけどお話が受付中なのねそう受付中ですぜひ待っているよ初日くるくるらしい思い切ったバフォーでよかったええー、本当に、うん、嬉しい最,最初の4曲雰囲気いつもと違ったおマジえみ全体の雰囲気かな私の雰囲気かな楽しかったでも本当に楽しかった こうちゃんさんさ芋ありがとうカムカムさんポンポンプリンありがとうこうちゃんさんお手紙ありがとう歌われ面白いよね <laughs> そう私のファ,ンファンの方じゃない方もなんかくるくるのくるくるがくるくると回ってたっていう歌われ歌ってるのがツボだったって言ってる方がいあのハッシュタグで通じてくださってる方がいて <laughs>、まあ、あれ面白いよなと思ってツ <laughs> ボだよねあれ。 は体力的にどんな感じえー、めっちゃ疲れたけど楽しいが勝ったなんかアドレナリンで全然なんかね疲れは出なかったかもタンザナイトさんハートありがとうカまねパパさんケロケロケロピありがとうそうユミリンさん優しすぎるあのお見送りがユミリンさんが一番最後だったんですよでも本当は 名前順で元々は先輩研究生で名前順並んでたんですけどあのきさ昨日の夜公演の生誕祭の方はイムニーさんを最後にしようってなってこっち側の一番端っこに来てこう隣になってニヤニヤしてたらスタッフさんになんか「めっちゃニヤニヤしてるよ」って言われて「いやそれはニヤニヤしますよ」って。<laughs> シナモンポンポンプリンありがとう広島の島後ろく熊さんお疲れありがとうそう「来るじゃないんかい」がねそうなんかね先輩がめっちゃ「来るじゃないんかい」で楽しんでくださってて嬉しかった <laughs> 生で見る「くるくるかわいかった」ありがとう嬉しい生生で見てかわいいはしいな。 公園最善でペンライト振ってるの気づいてもらいましたかえ分かったよ一番前にいるって思いましたくるくるのペンライトが嬉しかったですありがとうメルカリ出さないですよユミリーさんからもらったお花一本とか <laughs> そんなもうさ誰がメルカリ出したかわかるし <laughs> 出すわけないよ中村さん結婚してありがとうやだけど考えとくね あいこじさんそう愛工おじさんも頑張れっていうツイートしてくださって嬉しかったつだまやさんシナモンあシナモンありがとうあったあった30日絶対やってますえ皆さん30日ぜひ来てほしいですまだねそう私も詳しく分かんないけど何をやるかはでもぜひ来てほしい昨日はめっちゃめレスくれてたのは気のせいですかね送りましたよレス送りましたよ気のせいじゃないです 昨日はありがとうございました楽しかったです偽メニュありがとうございました <laughs> 私は楽しかったですよツナマヤさんポンポンプリンクロミちゃんありがとう、うん、クロリンパさんシナモンの進化版ありがとう歌詞のくるくる我慢せず笑っちゃった <laughs> あのクールな感じの時に私も笑いそうになりましたよくるくるとわわ とんんちゃんさん今ありがとうニセムニエルさんハートありがとう昼公園お見送りで指先クルクルしたの気づいてくれたかなえわかりましたよなんか皆さんこうやってやってくれたりお,お見送りでもやってくれて嬉しかった <laughs> 昨日の夜公園に入ってお見送り一番最後だった歩くのが超そいつおわかるよありがとう来てくれてあのあの 最後出ていく時みんなでこう先輩もうみんなでこう手振ってて「最後振り,む振り向いてくれるか?」って言って「<laughs> 振り向け振り向け!」って言って <laughs> 振り向いてくれなくて「あー惜しかった」ってなってました実は <laughs> 裏でクルだス見て涙したのこかだけの話ほんまに 私でしてくれたの嬉しい中村さん芋ありがとうミラーザーさんシナモンありがとうニセムニエルさんハートたくさんありがとうたくさん目があって幸せでしたこちらこそ幸せでしたなんかくるくるのペンライトもいっぱいあって嬉しかった最初の4曲の衣装めっちゃ似合ってた <laughs> 私も花ざり衣装に似合ってたなって思ったんですよ あれ似合ってなないいとえ勘違いかな <laughs> でも嬉しかったあの衣装着れて「校長さん似合うありがとう!」「虎さんレインボースターありがとう!」そう先輩がめっちゃ可愛がってくださっててもう本当に嬉しい私本当に嬉しい。 くくくくる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 昨日無事昼こちらこそありがとう私も楽しかったよ正直キャッチッフレーズは恥ずかしいって言ってたんですいやなんか正直ちょっと恥ずかしくなってもう <laughs> もう恥ずかしくなったんです「きお兄さんお芋ありがとうヤマさん芋ありがとう」こっそりとくるくる見てましたはあ嬉しい。 静香さんハートありがとうちょっと待ってよ私コメント読むの遅いなミルクティーよろしくさんシナモンありがとうお見送りでやっとうちわが役になった <laughs> ちゃんとうちわ見えましたよ皆さんもありがとうございました嬉しいってなって夜のアフタートークでも3人でクロクロの話してたえー、そうなんですよ嬉しかったココアさんがアフタートークでクロクロの話してきたよ 聞こえてましたよって <laughs> そう聞こえてましたよマサオさんレインボースターありがとう振り向いてみんな真顔だったから真顔だったら怖いから振り向きする <laughs> いやいやいやもうみんな手振ってますよそう出る時最後の最後まで振ってて振り向くか振り向くかって言ってくるくる公園デビューおめでとう頑張ってるのが伝わってきたよあよかった伝わって嬉しかった 十倍かわいいそんなこと言ってくれるのあそうタンポポ衣装はね私言ったんですよあの衣装さんに言ったらとっかえてくださって先輩のと先輩の来ました <laughs> そうなのでパツパツじゃなかったです <laughs> おろオロチさん ありがとうそうちょっと先輩ちょっとたくさんちょっと仲良くなれた気がして本当に嬉しい私は <laughs> そして人は無力と思い知るのユニッすごく良かったよええー、ほんまにいやー嬉しいなああれね難しかった <laughs> 山さんくらみちゃんありがとういや先輩ともう なんかできないよなんて <laughs> メロンパンさんシナモンありがとうポンポンプリンもありがとうヨッペリアンさんシナモンありがとう昼の部最高列で緑と紫のペンライト振ってました見えましたもうしっかり見えてさもう本当に嬉しいペンライトあかりんさんにくる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 のファンの方いっぱいいたじゃん よかったねって言ってくださってそうなんですってね <laughs> ヨッペリアさんくろみちゃんありがとうそう「来るじゃないんかーい」もね先輩がめっちゃ <laughs> こうしっかり突っ込んでくださっていろんなところで使ってくださって <laughs> いじられまくって幸せでした貞前さんかわいいお疲れありがとうピンクのトトロさんシナモンありがとう さん頑張ったありがとうスケモンさんバラありがとうそう本当に楽しかったよあさんシナモンありがとうムニエルさんレインボースターありがとうユニット歌もパフォーも良くて衣装も似合ってても髪がかってた髪がかかってただなんて <laughs> でもね本当にユニットはもうありえないぐらい緊張しました滝野さん黒じゃないかよめっちゃ気に入ってたそうもうこの気に入ってくださったのは本当にし嬉しいです <laughs> 自信を持ってやりたいと思います <laughs> 昨日は黒田さんしか見てなかったから間違いとか全然気づいてませんでした <laughs> えー、よかったそうちょっとね昼公演結構間違えちゃってたのでそう小林さんシナモンありがとう ハートもありがとう。昨日の公演行ったよ自己紹介最高やだしえーありがとうあフォローもしてくれてるありがとうそうちょっとね自己紹介本当にちょっと自己紹介で爪痕残したみたいな。<laughs> テトリス5さんポンポンプリンありがとうマニアルさんペンライトありがとう あそう公演中もねサーヤンさんとイチャイチャできてイチャイチャできて言い方おかしいけどあの一緒になることが多くて「ともはなみの音」とかも今音おかしかったなサーヤンさんと目を合わせたりハート作ったり曲中にもうキュン <laughs> そうまさかの元足ユニット確かに無力のすごいよね 緊張したほんとに <laughs> ココアさんのクマさんヘアリクエストしたそうなんですこれそうなんですあのコ,コアさんとあの楽屋の席が近くてコ,コアさんに「ねくるくる昼公演の髪型どうするどうしたらいいと思う?」って言われて「えっクマさんクマさんヘアしてください」<laughs> って言ったんですよそしたら一旦,一旦は クマ<熊> <laughs> でなんかかっこいい曲やってたら「やばいじゃろ!」とか言って <laughs> あとんかい「やいや嫌いやいやよ!」みたいなの言ってくださってたんですけど最終的にやってくださってて「これで喜んでも頑張れるでしょ!」って言って言ってくださってもう好きってなりました <laughs> 本当に嬉しかった。 アイコデさんパートはどうだった見てる方がすごくよく見えたよええー、嬉しい愛子おじさんパートできてうれしかったしくるくるの歌詞もね歌えてよかったしなんかねダンスもね楽しかった間違えたけど楽しいあーそうして人サそンさんとハートできて嬉しい嬉しいしかもあれもともと予定なくてハート作るのも キュキュパッて作ってくださってはっはっ <laughs> 作ってくださっって,てやりました昨日の昼食のお見送りでくるくるできてよかったですこちらこそありがとう,そういっぱいね手を回してくださって嬉しかったよ最初ガチガチでどうなるかと思ったっけど、ね、ユニット終わったぐらいからレッスンには言えないけどそうユニット終わったらねちょっと安心してきました <laughs> そう本当にガチガチやばい お途中でチラ見したら出口退場まで待ってるのが分かったから一応出口扉で手振ってお気づいてたのかよかったそう手振ってたの気づいてたのかよかったよかった嬉しいえさサンさんの並ぶとちっちゃいよ私え私さちょっとさ聞いてくれん今日さ身長測ったら1 4 8ンチだったんじゃけどおかしいおかしい1 4 8ンチだったんじゃけどなんで <laughs> 16人のポジション移動はやっぱり大変そう16人初めてだったんだけど大変でした大変でしたしかもね実はねあの私が過度に緊張していた理由の一つで一回もその合わせるレッスンがなくてリハでリハが合わせる一発目みたいな感じでどうせもう動画で見て覚えてリハで確認みたいな感じだったからそれも余計に緊張しちゃって。 はあ、ど,ううどうしよう、どうしよう。どうしよう。って <laughs>。でもね、出てきました。<laughs> テーテンで見てたほぼさやさん隣にいたやん。そうなんですよ。ほぼさやさん隣。嬉しかった。ワイリンガルさん、バラ、ありがとう。リンゴさん、芋、ありがとう。最初はちょっと心配した。だよね。心配になるよね。私の。 人間関係の頭つけるの誰でした <laughs> 誰でしたで言い方面白いな <laughs>。なっちゃんさんで。え、合ってるよねこの、ここだよね。友波の音のここだよね。なっちゃんさんの方にこうやって寄りかかりました <laughs>。寄りかかってそう。そ、張るでしたほんまに。確かに、48だから。確かに、まあ、いいのかもしれない。48だから逆にね。あずみいや、あずみんよりは高いんだよな。 におかしいよね148って <laughs> そう動線も当日でそうなんよ私さ無力も一回もレッスンがなくて <laughs> でみちゅさんとありささんにそのリハで終わった後に「くるくるすごいよ」って褒めていただけてもうちょっとそれで心が楽になって もう本当に先輩って偉大 <laughs> タンザナイトさん、キラキラケロッピーありがとう下手りばしの生徒かっこよかった <laughs> そう、変わりました下手りのここをね、一番一番前でここはそのダンスの先生にも一発目だからバって行かなきゃ跡が詰まっちゃうからバってしっかり行くってその前のレッスンで言われてたので <laughs> 意識して <laughs> かっこよく行きました <laughs>

昼夜お見送りま,またまたもごもめんご迷惑おかけしました <laughs> いやいや楽しかったですよ <laughs> ありがとうございます町の電気屋さんさん,さんキョロキョロキョロピありがとうそう立ち位置まとめるファイルもねフル活用していきたいえっ防波堤楽しかった防波堤井の上にたわってはイミリンさんとチホさんでもう そんな挟まれること一生ないと思ってニヤニヤしましたえーありがとうそう褒めて伸びるタイプです 公園始め花りくるくるなかなか見つけれなくてお腹痛くなってないだろう <laughs> 確かに見つけれれとあれ出てないのかなってなるよね <laughs> 最終的に見つけられてたらいいな「こ一さんぽんぽんぶりありがとう広島の白熊さんくろみちゃんありがとうこ一さんくろみちゃんもありがとうココアさん以外もツーショット撮りました撮らせていただきましたでもあれだけ 伊吹さんにいじってもらったらバッチリよねいいと思うえそうなんですよこんなにいじっていただけると思わなくて <laughs> 嬉しい広島の白熊さんポンポンプリンシナモンありがとうセンター二人に挟まれたらくるくるも裏返ってセンターああのおせろし方式おせろ方式でいいねおしろせろ方式で <laughs> えー、楽しかったで、ね、も本当に。 そう昼の防波堤のところね入るとこう間違えて戸惑ってしまったっ山ゃさんポンポンプリンとくろみちゃんありがとういこじさんとレッスンはねしてないかもしれないしてないオさんもクロクロのこと大好きだよねえ大好きなのかな大好き私も大好きなんですけど嬉しいあの <laughs> アーカイブ私も見直したんですけど「昼公演」の感想を言ってる時の後ろにいらっしゃったみちゅさんとおきさんのもう笑顔が温かくてあったかい気持ちになりましたいじられて裏で泣いてるんじゃないかとヒヤヒヤしたいやもう別にニヤニヤしてました私いじられるのめっちゃ好きなのでおニヤニヤ <laughs> オセルは表彰なのでリバーシー。あ、そうなのえ、そうなの知らなかった。リバーシーなのか。確かにリバーシーって言うよな。ちびぞうさんシナモン。ありがとう。うん、自信ついた。昨日の2公演で。お、そうだ。イヤリングも。初めてつけたかも。新鮮だよね、イヤリング。確かに。ちびぞうさんポンポンプリン。くらみちゃん、ありがとう。オキパさんのあの感じは相当好きだと思う。 私は好きです <laughs> ユニットの時だけフェライトを緑紫にしましたえっそうユニットで緑と紫も増えててびっくりした嬉しい嬉しいハッピーハッピーク <laughs> ルリッパさんぽんぽんポリーありがとう本当に楽しかったなクルクルをしててよかったよ <laughs> もちろん後悔させません <laughs> 密かに昨日みちさんとの萌えクルクルとツーショットえ 教えて,くれさってたのうれしいキュンキュンお願いしましたみちょさん写真お願いしますと嬉しいなべっちさんシナモンありがとうひわわさんシナモンありがとうそうであのき <laughs> 昨,昨日その先輩と喋るタイミングが結構あったので誕生日のツイートありがとうございましたと言,言ったんですけど <laughs> そうなんか ネさんにネダサさんに「誕生日のツイッタートありがとうございました」って言ったらねなんかあのツツイッター個人のツイッターで初めてそのツイートしたのが「くるくるが初めてだ」って言ってくださって「え私が初めてでいいんですか?」って言って一番最初にツイッターでああ,あいう感じで言わったの「くるくるが初めてらしいんですよ。嬉しすぎる 嬉しすぎるますゆねちゃんの時めっちゃ紫より良かったですよねそう嬉しかった愛されキャラできてる嬉しいな <laughs> ダメチさんくらみちゃんありがとうさすが侍リ,リチギ <laughs> いや本当にありがたいのでリチギありがとうございましたとんちゃんさんぽんぽんプリンありがとう。そうくるくるもう嬉しい リネ,タリ,ネリネタソさんにでも昨日は本当に先輩方がたくさん声をかけてくださって安心したあと皆さんの,その応援の,そのコメントとかも私何ペンライトでのとかうちわとか皆さんの目ね <laughs> 温かい目が本当に安心しましたありがとうございました楽しかった楽しかった そうめっちゃ、ね、先輩方と話してたで,であかりんさんにめっちゃ嬉しいこと言われたんですよあかりんさん <laughs> リネさんとお風呂入るしかえぜひ入りたいですグラビアもやってらっしゃるのでリネさん <laughs> でも一番愛してるの俺たちだからあもう一番ぐらいの気持ちで「愛してください」お願いします お願いしますター郎ナイトさんシナモンありがとう生温かいみたいですいや急に変わるんよ生つけたら <laughs> 生温かいでしたら急になんか意味合い変わってくるんよでも嬉しいですチコクク,ククラクマルさんシナモンありがとうそうあのね街の電気屋さんケロケロケロピありがとうチュポンさんクラミちゃんありがとうあのあかりんさんが なんかくるくるなんか写真撮る時に「主人公顔」って言ってくださってなんか物語の主人公そうな顔って言ってくださって「なんかセンター顔だよくるくる」って言われてもうめっちゃ嬉しかった私。嬉しすぎて「え本当ですか?」<laughs> 嬉しすぎたそう私がですか <laughs> そんなの初めて言われました。昼の遅りで苦しまう,うちは思ってたら他メンバーからくるくるって言われて嬉しかったです。<laughs> くる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 いいですね。くるくる <laughs> 嬉しかった。あのうちはもう見えたよめっちゃ。そう。<laughs> リンクさんポンポンプリンありがとうグラファーさんシナモンありがとう。 CM はど,どえらい目に遭うことあるの気をつけて <laughs> CM じゃなくて MCMC MC ね本当にそう研究生だけの経験しかあんまりないから新鮮だったその先輩と MC っていうのも福ちゃんさんいいねありがとう松尾松井樹里夫さんくろみちゃんありがとうそう嬉しかった本当にえ主人公が <laughs> 嬉しい本当に もう、ね、嬉しい <laughs> もう楽しかった原点も原点でめっちゃ緊張したんよねなんか昨日友達と2人でかなり楽しいタレムリストさんくれてありがとうもちろんですよ見つけれましたよ皆さんちゃんとちゃんと見つけてます <laughs> しっかり赤犬サンタさんシナモンの進化版ありがとう 最後最高率からクルクルしてお見送りでもクルクルできて嬉しかったなんかね本当にクルクル回してくれたら本当に分かりやすいよってけね嬉しかったもう自分のセンターですよ確かに皆さんのセンターになれたらそれだけで本当に嬉しいありがとうそんなこと言ってくれてたかさんケロケロケロピありがとうおし寿司さんお疲れありがとうありがとう慣れてきたらおきさんがぶち込んでくるかも <laughs> ぶち込んでくるえ 楽しみに待っています。受け止めます。自分のセンターですよ。ええー、ありがとう。リネタソさんから苦しむうちは見えたよって言われたの。え、言われたの？<laughs> クルタソ、クルタソうちは。リネさん、優しい。昨日は緊張感は感じたけど、クルクルはできる子だと思ったよ。ええー、できる子。私はできる子。 あ、そう今言おうと思ったこと思い出した大阪で名前分からんくてコールできなかったけどハッピーバースデーできてキュンですあありがとうキュンですくるくるぜひ覚えてねくる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 ぜひ覚えてねありがとう昨日のひたりたちへの盛り上がりは本当にすごかったえすごかった頑張れってえ楽しかった思い出した今思い出したよ光景を マスオさんもありがとうおじゃまるさんペンライトありがとうミルクティーよろしくさんくろみちゃんありがとう小林さんハートありがとうそうあの私が多分私ずっと緊張しててリハからずっと緊張してて緊張したんですよ <laughs> 緊張してたんですよででもも隠してるつもりでまあ 静かに緊張してたら <laughs> マネージャーさんに昼公演終わった後にマネージャーさんに話しかけられてマジリハの来島さん見てたら今にも泣き出しそうで <laughs> 泣き出すかと思って心配だったんよって言われて確かに思い返してみたら昼公演の始まる直前でおばあちゃんが始まるあ鍵穴か。 鍵穴やってる時にそのマネージャーさんが2人いらっしゃったんですけど昨日は2人とも私のところに来て「く <laughs> るくるなら大丈夫だから」って <laughs> めっちゃ言ってくださってなんかめっちゃ言ってくださってるなって思ったんですよそしたら多分私が本当にリハで緊張してて泣きそうな顔してたから声をかけてくださってたんだなと思って <laughs>。 めっちゃ言われてて大丈夫だよ大丈夫だよって <laughs> 面白すぎるオキさん今チーカーはまたさんだけどクルクル絶対やってくるはずえー、やってきてほしいですオキ <laughs> さんさん,さんダンスに癖がないし落ち着いてるしセンター的性あるかもえほんまに嬉しい山さんクロミちゃんありがとう どんな顔しとったいや分からんのよ私はあの普通に頑張ってるつもりだからなんだけど泣きそう今にも泣きそうな顔だったらしいトワイライトさんポンポンプリンありがとう滝まつるさんシナモンポンポンプリンありがとうかっこいい一楽しいそして面白い公演でした MC 大成功ありがとう楽しんでもらえるのが一番なのでそう言ってもらえてよかった本当にね MC はね取り上げてくださって幸せでした さんさ尊いありがとうそうなんかめっちゃ心配されてたほんまに <laughs> あー私泣きそうだったんだと思って泣きそうな顔してたのかな<笑>,笑顔してたつもりだったんだけどな忘れたくるくるのグッズ昼でほぼ完売クッションすぐなくなってたえっ、ー、ほんまにありがとう皆さん嬉しい えー、そんな買ってくださってて触れすぎる触れすぎる正直 <laughs> そ,そのリハで泣きそうだった時緊張しとってもうほんまに心配だったけど昼公演しっかりやっとって安心したっていう <laughs> やった「ミルクティーよろしくさんポンポンプリンありがとう」「友達さんシナモンの進化版ありがとう」「わりくらさんくろみちゃんありがとう」「成田さんくろみちゃんありがとう」 岡さんポンポンポリンありがとうあクくろみちゃんもありがとうおアイコじ姉さんのポジでくるくると回ってたの歌詞歌ってる姿はキュンキュンですもうキュンキュンですよねあそこは自分でくるくるで <laughs> 緊張する時いつもピエン顔えっやっぱりピエン顔なってる無意識だ私は笑顔のつもりなんだけど 私はね、満面、満面の笑みのつもりなんよ。ピエン顔になってるっぽいわ。恥ずかしい。<laughs> 隠します。次から。うちは優香で作ったけど、くるくるのが良かったかな。え、優香でも嬉しかったよ。そう、なんかくるくるの方が多いから、優香で来た時に <laughs>、ってなるんよ。なんか、え、優香だと思って、ハッとするんだけど、優香でもめっちゃ嬉しい。ありがとう。ほんまにね、嬉しいよ、優香。覚えたしかも。 <laughs> やばい本当に真栄さんロミちゃんありがとうおしるしさんポンポンプリンありがとうそんなのでね終わったあとにお母さんのお迎えが私だけちょっと遅くてマネージャーさんと2人で待ってたんですけど「なんか飲みたいものある?」って言われて「ドデカミンストロング」を怒ってくださいました <laughs> ド「ドデカミドデカミ飲みたいです」 一緒にあの自販機で自然と真顔ピアイになってる気がする <laughs> <laughs> 私顔に出るタイプかやっぱりクールなクールだと思ってたんだけど自分のこと「昼公演笑顔で溢れてたよありがとう笑顔頑張ったよ満面の笑みくらせ」 やっぱり今は内輪が一番分かりやすいえ内輪もね、ペアライトもどっちも分かりやすいかも。どっちも結構分かりやすい。リンクさん、シナモン、ありがとうドデカミン飲むくるくるせる。どかみんクルクル <laughs> そう、ドデカミンをね、そう、いただきまして。クリボーさん、シナモン、ポンポンプリン、ありがとう友ちさん、お芋、ありがとうクリボーさん。 くみちゃんありがとうクう嬉しい私結構ね節目がちになるので配信こう見,見直しててそう昼公演たくさんくるくる映させてもらっててびっくりしたんですけどありがたいことにそれで見返してちょっと節目がちになるのでそうちょっとそれを変えて。 夜公園はまあ夜公園は滝野さんと生誕祭なのであんまり映らないんですけど意識して上を見ました <laughs> 公園お疲れ様ありがとうありがとう島次郎さんかわいいありがとう最後の挨拶の沖さんみじゅさんがまるで母親さんかわそう本当に温かい顔で見守っていてくださってて <laughs> 嬉しかったくるくるくるそうです私はくるくるがくるの くるくるんは可愛いイラストのくるくる書いてあるそう嬉しいあの公式公式というのかなで作ってくださってるやつくるくるめっちゃ似てるしイラスト嬉しいオろチさん結婚してありがとうやだけど考えたくね笑顔良かった見せられたはあしい1枚作ったよくるくるとしまようか2枚でね でも結構ねうちはもうできてくれてる人が多くてびっくりしたこんなに来てくださってるとは思わなくてと思って本当に嬉しかったよさあ目力を出して「節目がちにならんように前さやさんその写メゲットしましたよ。 ししまおし見送りの時クルクルしながらみんなの前を歩いたら結構クルクル返してくれて <laughs> えっ先輩もクルクルハマってますねどんどん先輩も沼に落としていきたいと思いますクルクル沼に <laughs> 小フフさんハトありがとうユニットでの節目はわざとなのかと思ってたあユニットはねちょっとわざとユニットはクール目だからそれはちょっとわざとかもしれんそう <laughs> くくるくる結婚してうちわさ見えたんだけどさ <laughs> なんかさレスがさ緊張してて送れなかったごめんねそうくるくるね汗かかないタイプでも昨日はちょっと書いたんだけどあんまり書かないタイプなんですよびっくりでも昨日はめっちゃ水飲んだサヤンさんに頭ポンポンされたの俺は見逃さなかった ポポンポンされましたサヨンさんに嬉しいよねしかも竹野さんにもあの夜公演のお見送りの後にポンポンされて頭頑張ったねってポンポンされてあキュンキュンですよほんまに頭ポンポンなんてだなんてそう千穂さんも話しかけてくださってなんかそそレッスン なかったけどこんなにできとってすごいよって言ってくださって嬉しい嬉しかったほんまにえちはさんのあの生歌が上手くて初め生歌と気づかないくらいもう上手くてなんかすごいなって思った私も頑張らん練習頑張ろうって思いました あのあれ人間関係得意な方じゃなくての私あそこをうまくったいないやモモの写真で描いたけど衣装めっちゃ似合ってたよ可愛かったえっ、ー、ほんまに嬉しい衣装ね似合うか心配だったけど皆さんから似合ってると言ってくださって嬉しかったよとんちゃんさんポンポンプリンありがとう 肩ふ,ふる振り付け何のえ、これあのあれじゃろ人生であと何回この海を眺めるだろうじゃろ？これじゃろ <laughs> ここじゃろうちわは都合によりひらがなオンリーなのでくるくるで <laughs> くるくるもね見やすくて嬉しいですあの透明のやつにくるくる 前からボーメンとなぜかくるくるする時あるよえ誰ですかアンピーさん違うか <laughs> ナーピーナーピーそう先輩も先輩もくるくるの間にワッカさんシナモンありがとう見えてたのか嬉しいなそう見えてたよちゃんと テレビカメラ近かったからさりげなくくるくるうちわアピールしてたの <laughs> 確かにねカメラそこことここにあって <laughs> 面白いなうちわアピール <laughs> 面白いな <laughs> 前もくるくるにポンポンされてポンポンしますよ低い位置からのポンポンでやけハッペプニプかいと頭ポンポン回待ってますおぜひ開けますよ多分ねもうへこむこっちが <laughs> あ確かにユニット肩出しだそういえば確かに肩出しチホさんはダンスのキレと正確さが共存してるのがすごい本当にすごいキレがほんまにすごいって思う あと、さこさんの、鼻垂れの、どうしてなんのため、の顔のきれ。あそこ、ほんまにすごい。えー、ありがとう。今日夜中に、公演 D. M.、MM、M. で見ようと思う。えー、ありがとう。嬉しい。ぜひね、見てほしい。お前の編集のタイトルは、なんて書いたらいいの。くるくるのまま、今月からしました。あ、ありがとう。タイトルはね、何でもいいよ。なんか、くるくるが送った、メールのタイトルを書いてる方も多いし。 クルクル大好きでもいいよ <laughs> くるくる大好きすあ名前でもいいかもまるよりみたいなてか加うさんくらみちゃんありがとう少しうるうるしてたでしょ綺麗な目の人えっどっちだろう私さ竹野さんのあのスピーチとミーヒンさんのお手紙で泣きそうになってやばいと思って。 でもここで私が泣いたらちょっと目立っちゃうなと思って泣くな泣くなと思って一点見つ目で <laughs> 涙を添えました「くるくるの歌って歌詞を大切に考えてるのが伝わるきからじんとくる」<laughs> いや嬉しい本当に「メロンパンさん滝周太さんありがとう」低い位置からのポンポン逆にキュンキュンする。 低いけどクルクル的には昼と夜どっち,が見るのがどっちから見るのがおすすめえー、どうだろう <laughs> まず夜見てお夜頑張ってるなと思って昼の緊張度を見る <laughs> 昼めっちゃ緊張してるから昼の緊張度を見るさこさんとも話せました私も仲良くなりたいですってさこさんに言ってきました クルクル大好きにします。えー、嬉しいぜひぜひ。メールの返信ちゃんと見てますよ。来た時は見てますよ。今月からメール取り始めたが、返信まだしておらんの。え取ってくれたの嬉しいぜひね、返信を待ってるけど。もう、取ってくれてるんだけでまず嬉しいよ。昨日初めてクルクル見たおっ。どうだったマサ <laughs> さ,さん、ケロケロケロピありがとう。今度の研究成功案発表されたから行けるように仕事調整中。えー もう挑戦してくれてるのありがとう。研究生功演ぜひ来てほしい本当に。来てほしい。生誕祭で本人より先に泣くのは本人な。いやもう本当に泣きそうになってていうか私多分人前で泣くのは嫌いなんですけど涙もろい方なんですよ。だから。<laughs> 手紙あ何ケーキが出てきて。 曲が流れ始めた瞬間に <laughs>、うるってきて、なんか曲でうるってきて、まず <laughs>。な、なんか、なんだこのムードはと思って、本当に泣きそうになった。あの衣装の可愛くるくる確認してきます。ありがとう。嬉しい。私も返信強化しようかな。え。ぜひ、メールの返信で本当に嬉しいので。元気になる。しかも、笑顔になれるので、待ってます。 おししさん,しのんありがとうで、ね、内容も良かった甲斐さんと話したことあるありますよ心ココさん大好きです昨日もねたくさん話してたんですよ心ココさんともう <laughs> 好きが止まらない <laughs> 変身にあがってやっからショールームあそれも嬉しいよありがとう これから生誕祭のためにやばい。そうなんよもうでも、まず、滝野さんの生誕祭に出演させていただけるだなんて、もう、それ、そっから嬉しいし、さ、初生誕祭で、こっからやばいかもしれんね。多分い、な、めっちゃ泣くかもしれん。<laughs> やっぱり無記名で変身ダメか。そうちょっと無記名だとさ、名前気になっちゃう。これ誰の変身かって気になっちゃうから、名前ぜひ書いてほしいな。 何もいらないけどくるくるの信頼が欲しいえ信頼してますよ皆さん知ってますよ30日の研究成功換申し込むから当たるように祈って当たりますように絶対当たりますなんかそう竹野さんので泣きそうになったポイントね手紙で泣きそうになるじゃんそれでこれ竹野さん見とったらもう泣きそうになるけ 客席の方をこうやって見とったら客席のファンの方が泣いてて <laughs>「待ってこっちでも泣いてる <laughs> !」と思って「やばいつられる!」と思って真正面見て <laughs> 本当にやばかったどっち見てもだってつられるんだもん自分はくるくるの鼻なり一発目ですでにウルウルでしたえ私の声を見てウルウルしてくださってたああありがとう。 私のなんかで私なんかでうるうるできるだなんてできるだなんて <laughs> してくださるだなんて生誕さんありがとうございましたこちらこそありがとうございました楽しかったですゆみりんさんもう,もうより好きになりましたより大好きになりましてもう花束分けてくだされたなんてもう思ってもいなくて感激ですかわいいそのもう余計泣きそうになったほんまに そうみんなが皆さんがこう,こうやって涙をこうやって拭いてるのを見て <laughs> しかも一人とかじゃなくいっぱいいらっしゃってやばい <laughs> そう泣いてもええんやで確かにね抑えるのもね確かに <laughs> そうそうコ,コアさんの話なんじゃけどさコ,コアさんに コカアさんとその楽屋の席が近くて結構話したんじゃけど、クルクルの連絡先持ってないって言って、クルクル LINE 交換しようって言われたんだけど、研究生はね、交換してダメじゃけん。もう、本当に私は交換したいんですよ、コカアさんと連絡先を <laughs>。交換したくて、もう断りたくなくて <laughs> ああ、断りたくない。研究生のルールで、交換ダメなんです <laughs>。って言って <laughs>。 なんだかここ断ったんですけどなんか「昇格したらお願いします」って言ってもうもう死ぬ気で断りましたここも私は僕らの「春夏秋冬」で泣くのを我慢してるので変顔になってます僕らの「春夏秋冬」も泣けるよね変顔になってるの確確かかにに我慢したらね確かにちょっと 顔が崩れちゃうけど <laughs> それはマスク助かるかも隠せるからでもマスクしてるとね拭きにくいよねなんかこうやってやってやらんといけんあ首がボキボキこれからアーカイブ見て号泣します号泣して泣けるよ本当にそうそこをなんとかって 先輩命令だから OK って <laughs> 先輩命令だからいいって言えば OK かな確かにいやもう先輩命令なので <laughs> なんて言ってたあーそっかーってなんかそういえばあのドラさんの時も二木さん二木星さんの時もダメだったわーって言って言ってらっしゃってもう私交換したくてショック <laughs> T シャツ揃ってたねくるくるの生誕の時もファンで揃えたいえっそう水色すごかったゆみりんさんの生誕 T シャツ私もぜひ <laughs> 待ってます <laughs> <う>先輩からならいいんじゃそうなのそうなの先輩からなら OK なのかな自分を軽いのがダメなのかなあくるくる昨日は筋肉痛になったけど今日はもうすぐ治りました できるよね。それで今日あのえ自販機にこれがあったのでちょっと買いました。ミルクとココア。かカあさんおいらして。ココア。くるくる最近ショールームはい配信早口になってきた。<laughs> そうなんよ私早口なんよ。じゃけいさ一時期意識して早口直しよったんだけどもう早口直せれんわ。<laughs> ゆりんさん来年はクロクロの生誕祭できたらいいって言ってたそう言ってくださってて直接も直接でも「来年はできたらいいね」って言ってくださってもう本当に優しいさあミリックとココアさんクロクロって実物の方がかなさらにかいたと思う嬉しいなスクショお願いしますココアさんと <laughs> 今から飲みますお腹すいて力が出ない <laughs> 頭糖分を取らなきゃめまいがいただきますココアさんココアさんじゃないけどね確かに広島弁も出始めたかもしれんとんちゃんさんシドモンありがとう M&B さんは研究生も生徒さあるんですか。そうなのか。うまっ。<laughs> うまっ。美味しい。美味しい。クロクロの話全部好き。 ショールームはね、本当にお,お,お褒めのお言葉をよくいただけるので、嬉しい限りですよ。早口は人と同じ時間でいっぱい伝えれるからお得。確かに。詰め込んじゃいます。内容詰め込んじゃいます <laughs>。昨日はありがとうね。公演合間に、ワイの種にくるくるセットのケーキ食べてて美味しそうだった <laughs>。あ、なんかハッシュタグで見た。そういえば、くるくるのグッズと。 こちらこそありがとうございました公演 <laughs> 楽しかった仕事終わりの一杯って言われたらどうしよう <laughs> 仕事終わりの一杯で飲みます <laughs> うん今日広島でよく寝てる昨日のココアさんのあれかもしれないココアさんといっぱい話したからかもしれない <laughs> マジでずっとハグしてしてました 止めてますよ <laughs> 確かに角度がおいしい昨日数年ぶりぐらい久しぶりに夢見たんだけどクルクルの夢だったすごいどんな夢だろう怖い夢じゃないといいな <laughs> いいいい夢だといいな今まで見てきた中で褒め言葉で喜ぶのクルクルが一番いいやいやもう本当に 嬉しいので、ぜひどんどん褒めてください <laughs>。喜びます。ショールームでは素のクロクル何え、結構出てる気がする。85? かな。ぴょんぴょん、馬、ま、ありがとう声かわいすぎないかほんまに嬉しいな黒 <laughs> クロリンパさん、タキシードサム、ありがとう確かにこの缶のかん、この,この形だとお酒に見えちゃう。 <laughs> あうちわはあ貸してたのかそうなの <laughs> 貸してたのかそういうことかマスオさんだるまありがとう遅刻後クラカマルさんポンポンプリンありがとうこれは冷たい冷たいやつ仕事戻るの嫌だなお仕事頑張って君ならできる <laughs> you can do it 夢でもくるくるの配信見てたえ <laughs> それはもう本当にくるくるのことが大好きってことだよ素晴らしいもうそだっていうことはさ24時間くるくるのことを考えてたってことでいいんじゃない寝てる時間はさ省かれるじゃん大体は24時間くるくるのことを考えてた嘘じゃなくなるよいいね <laughs> おしるしさん、くらみちゃん違うシナモンありがとうおなちさん可愛い,いありがとううちはのデザインもどのファンの方なのか覚えてるあ覚えてる結構なんか初めて見るのはだな,なんかあのショールームのコメントで言ってたの思い出してなんかこういうのつけたって言ってたなこういうデザインにしたって言ってたなと思い出して必死に思い出して <laughs> やったんだけど見たことあるのはもう覚えてる。 <laughs> ここは台詞ここはお飲むしか <laughs> ここはここはお飲むしか <laughs> あ甘いセリフじゃなかった <laughs> 甘いセリフじゃなかった今のは <laughs> おらちさんポンポンプリンありがとうもげきまた昨日増えてしまった広島に5種類もあるなんて <laughs> あ待ってお見送りの時もげき見たよいっぱいこうやってやってて <laughs> 面白かった嬉しかったよ褒めたいこといっぱいある Twitter とモーバメ変身とてどっちがいいかなえっとねモーバメ変身だとねちょっと届くタイミングが <laughs> わかんないからツイッターが Twitter だとリアルタイムの今のあれが見れるかもしれないでもどっちも嬉しいのでぜひ待ってますよ「うちは借りたいけど悪質のアクスタは自分のです」おアクスタはゲットしてくれているということで 嬉しいぜムニエルさんペンライトありがとうここは美味しい美味しいよ <laughs> 夢で配信見てツイッターで返信書こうとしたところでさめっちゃめっちゃ推し活してるやん夢でもなんかさそういう時さ頭起きた瞬間さよくわからんくなるよねえ 夢えってなるよね不思議な感情なべちさんくらみちゃんありがとう成田さんシナモンありがとうあ生誕祭の白いポンポンも可愛かったなんかゆみりんさんのいっぱいつけてる方がいらっしゃって可愛いと思って。 あのうちはくるくる乾杯早すぎてあ、そうなのえー、乾杯ありがとうございます。うち、うちは、現地はないし、ネットもなかったのか。えー、ありがとう。えー、嬉しい。そんな皆さんがたくさん買ってくださるえ、あの、ちょっと、私聞きたいんですけどお、お話会ってこれって、ど、どういうことなんですか再販か。再販か。 今日、その公式で見て知ったんですよ。再販があることなんだこれはとなって。寝てる時までクルクルのことを考えてるということで、僕、天才。天才です。天才ですよ。踊ってるファンの人目に入るよ。踊ってる人本当に目に入る。でもすごいみんなね、踊るの上手くて、踊れてる。私見て覚えられない人だから、すごいと思う。マスオさんバラ、まありがとう ココアさんと一緒にココア飲みたいです。フフッ。桃梅おすすめを進みよう。皆さん、桃梅ぜひ、取ってください。私ぜひ。だってココアさんのモバイルメールも取ろうかな。成田さん、ハートありがとうあ十11月と12月の分か。11月20と、12月25と、12月17の再販か。 なるほどキャンセル分を注文できるお皆さん今ゲットのチャンスですよチャンスチャンスチャち,ちゃんと決済したよってそのチャち,ちゃんとって <laughs> その2回言っちゃう感じ忘れてたでしょうゼ <laughs> ロゼロでくるくると対戦したい 対戦しましょう。公園じゃろ。公園じゃろ。踊るってことじゃあ踊れるってことか。いっぱい踊ってください。<laughs> 踊るのを見るのね、本当に面白い。楽しい。頑張って踊ってくれとるけすごいと思って。申し込まれなかった人もチャンス。そう、チャンスだよ。チャンスだよ。そろそろスクショタイム C よ。今日も疲れて寝坊して遊べる子なんか心配した。 そう今日はね今日もねお仕事じゃないんだけど朝から朝からね会ったからちょっと早く起きてちゃんとメールもね送れたのでよかったですと <laughs> る話してお嬉しいぜひねお話し会もしかもねそうみんなさキレキレだよねダンスお昨日決済無事に完了いたしましたお褒めの言葉お願いしますこれはズバリ 天才でですすすすあありりががととううごござざいいまま <laughs> これは続けるべき本当に <laughs> 友達にクレタスメール見せたいいメールって褒めてたほんまにそうちょっとねたまにね心配になるよこんなメールでいいんかなって思っちゃって心配になるんじゃけどありがとうそう言ってくれて再販あるんだねおしまいするねあぜひマサオさん小判ありがとう 黒黒のお顔を見ないと眠れなくなるところでしたお顔見に来てくれてありがとう待ってたよよしスクショタイム文章の先生めっちゃ好きえ <laughs> 嬉しいよお先生さんくるみちゃんありがとう可愛い,いありがとうおのぴーさんキラキラキラピありがとう いやもう本当に昨日はもう先輩方も可愛がってくださってもういじってくださって本当に嬉しかったし皆さんもあのペナイトとかうちはたくさん振ってくださってあの,あのお褒めのお言葉とかたくさんいただいて本当に嬉しくて私はまだ余韻です多分このこ,こから1ヶ月ぐらい余韻に浸れるんじゃないかなと思っております <laughs> 天才いただきました今年一嬉しいお

くくるる愛されキャラが伝わってきたええー、愛されたい <laughs> ありがとう赤ヘサンタさんシナモンの進化版ありがとう今日は特に映画を多分ね昨日の多分終わってすっきりしたんだと思うすっきりしたそうなのでねすっきりしたからあずみんと映画も見に行ってきます 堂々としてだけし、安心して見てたよ最高の初出演だったねありがとう堂々と、その、自信を持って頑張るっていうね意識して自信持ったんとね、私ほんまに顔が死んじゃうから <laughs> 来,るかう来,るか来るじゃないんかーい、もう幸せだった来るじゃないんかいポーズしよう来るじゃないんかい来るじゃないんかい来るじゃないんかい クロクロのメール読んで嫌な気分になったこと一度もないほんとおすすめわあ嬉しい <laughs> クラリンパさんポンポンプリンありがとうなべっちさんシナモンありがとうサラピさんと絡みましたよ絡んだっていうかあのあの立ち位置とかダンスのことで優しくアドバイスをいただけて <laughs> ちょ立ち位置が近いところがあってぶつかりそうになっちゃったのでそこで 話して優しかったかわいかった嬉しいですおろちさんハートありがとうありがとうこんばんにゃのタイトルままめにメール返信してみたよあありがとう楽しみメールの返信見るのありがとう嬉しいサングラスデイズの笑顔本当に楽しそうだよ好きだな楽しいサングラスデイ <laughs> キレすごいくる <laughs> そうキャッチフレーズもパワーアップしたのでこれからも頑張りますよしスクショタイム終了まなたグホっぺ伸ばしたらってもう好きあらばこうやってやりたくなっちゃう好きあらば。 サラピさんと話すの緊張るせんかったえっんか1回目は緊張したんですけどもう1回話してからは緊張せずに話せるようになりましたよし壇上読もうかな「ツイッターで可愛い写真ばかりだからアイコンどうしようかなよ」えー、何でもね嬉しいよそうクルクルのアイコンしてくれてるよね何でも嬉しいよ <laughs> お気に入りのクルクルのお気に入りの写真を。 こ,この自撮りが好きだったみたいなやつ <laughs> こんなにかわい面白いアイドルと思ってなかった見た目と違うんだもん <laughs> 面白い私面白いってね言われるの本当に嬉しいよね <laughs> そうあ,あとちょっと今日面白いことあったっけどそれも話そうと思ったんじゃけどそれはちょっとじゃあ汚い話だけちょっと一瞬でしよう一瞬で軽くするね今日ちょっと お母さんとペットショップに行ってこうワンちゃんを見てたんですよでそのペットショップの店員さんがさ「抱っこしてみますか?」って言ってくださってこう抱っこしてこう「可愛いいね可愛い,いね」ってミニチュアダックスフンドの子でダックスの子で可愛い,いと思ってこうやって触ってたら多分ね私の上で安心したのか分かんないんだけどこうちょっと安心して。 ウレ、ウレーションみたいなのをしてしまって、私の上で <laughs>。服が <laughs>。っていう話 <laughs>。面白かった <laughs>。可愛かった、でも。おとなしい子で、ダックスで。店員さんが、この子こんなことないんです <laughs>。こんなこと今までなかったのに。多分、めっちゃ安心してるんだと思います <laughs>。って言われて <laughs>。面白いよね。 昨日より2時間ぐらい形成したけど、一つに絞れない。えじゃ、なんか加工して、四つ作るとか <laughs>。難しいか。そう。もう、予想できた。そう。でもね、かわ、ワンちゃん、子犬じゃけんね、まあ、許せるよ。全然可愛いと思って。っていう話です <laughs>。それでは、ダンジョン読みたいと思います。

九位、とんちゃんさん、ありがとう。とんちゃんさん、ありがとう。八位、小賀さん、ありがとう。小賀さん、ありがとう。七位、ムニエルさん、ありがとう。七位、ムニエルさん、ありがとう。六位、グラファンさん、ありがとう。六位、グラファンさん、ありがとう。五位、ツナマヨさん、ありがとう。

さんありがとうございます。皆さんも今日配信見に来てくださってありがとうございました。花だ公園の振り返りができて本当に嬉しい。よかったです。昨日も楽しくて幸せでした。ありがとうございました。また出させていただく機会をいただいたらその時も頑張るのでぜひ見に来てください。もうマネージャーさんにも伝えました。また出たいです伝えたので <laughs>。また出る機会があったら頑張ります。そして、 オンンライン個別お話し会の再販が始まっていますしてこの11月と12月のやつが「てぃさんくろみちゃんありがとう!」今始まっているのでぜひ12月25日サンタのコスプレしている私に会いに来てくださいそして実質彼女ほぼ彼女はなりませんかそして12月17日の 直接会えるお話会1時間目2時間目もぜひ待ってます。お話しましょう。今回はさせません。はい。よしよし。それではありがとうございました。ありがとう。実質ほぼ彼女ほぼ彼女ほぼ彼女ありがとう。 アスミ。